劉備も曹操も八気よい。三国志の時代にも流行していた相撲。大相撲といえば、現在の日本ではモンゴル勢が大活躍していますが、中国にも相撲があるというと意外に思う人も多いのではないでしょうか。実は日本に負けず劣らず、中国の相撲も伝統が長いものなのです。春秋戦国時代には確認できる中国の相撲。中国における相撲は格力、あるいは格定、または格定と呼ばれていました。格とは競うという意味であり、力比べを意味し、定は触れる、あるいは力に抗うを意味しています。この2つをくっつけると両者が力を比べるという意味で、これはそのまま相撲の様子を意味しているのがわかります。相撲についての記録はすでに春秋戦国時代のマナーブック来期の月例の中に格力という言葉とともに出現し、毛頭の月に天子小水に命じて武を比べ、社業を習い力を比べしむなどと記されているように、真冬に武術訓練をし射撃の腕を高めて相撲をして白兵戦の能力を高めていたようです。日本の相撲との違いは、中国の相撲は来期の通り戦闘訓練として始まっていますので、武器を失って取っ組み合いになった場合、体術で相手を倒せるように発展、組み技を基本としながらも投げ技が豊富にあり、突きや蹴りも反則扱いではありません。また土俵などがなく、土俵を割るという負けがないのも特徴で、モンゴル相撲に近い存在になっています。ただ時代によってルールは異なり、スポーツ化したり武術になったり、時期によって変遷しています。日本の相撲も初期は膝蹴りもありの格闘武術だったのと同じです。中国でも取り組みは裸だったのか。日本の相撲といえばふんどしにちょんまげ一丁ですが、中国においても1975年に湖北省広陵鳳凰山で出土した秦の時代の格定図ウルシエ・キベラを見てみると、裸にふんどし一丁で相撲を取っているのがわかります。絵の上部にはリボンのようなものがあり、これが屋根付きの建物の下であることを示し、地面は突き固められていて土俵のような雰囲気になっています。またリボンには神が降りる場所の意味もあるので、相撲が神事だったことを同時に暗示しているのかもしれません。さらに現在取り組んでいる力士の後ろには次の力士がスタンバイするなど、現代の日本の大相撲に似た雰囲気です。一つ違うのは、当時の力士はふんどし姿でも靴を履いているということで、これは野外で行っていたという証拠かもしれません。こちらも時代によっては上半身裸は変わりませんが、下半身はズボンを履いていたり変化はしています。漢の時代には皇帝主催のイベントだった相撲、春秋戦国時代に血生臭い格闘術として始まった相撲は、天下が統一されるとスポーツとしての側面が強くなっていきました。前漢の正史漢書武帝記の元宝3年の記録には、春格定技を行い300里のうち皆これを見ると出ています。中国の一里は400メートルほどですから、120キロ四方の人が相撲競技を見たということになります。元宝6年紀元前105年の記録には、夏慶氏の民が上林平楽館において格定を見ると出ています。平楽館は漢の宮殿のことで、この宮殿がある上林苑とは皇帝専用の狩場で、120キロという広大な広さがありました。ここに大勢の人を集めて相撲を催したということは、たくさんの取り組みがあり、力士のトーナメント戦のようなことがあったのでしょう。日本の皇室も相撲とは縁が深いですが、ここにも共通点を感じますね。宮廷に招かれることもあったであろう曹操や劉備は、そのような相撲を見たり、実際に戦闘訓練で行ったりしたかもしれませんね。三国志ライター、川嘘の独り言。中国の相撲は、魏晋南北朝の時代になると、遊牧民の伝統と融合して、よりスポーツ性が高くなり、庶民の間でも相撲が取られるようになります。宋の時代に入ると、相撲は成人相撲以外にも、女相撲、子供相撲が登場、専門職も登場し、秋休会、冬休会、再観策、幼鳥脚などのしこ名を持つ力士や、郷三条、国士祖のような女相撲の力士も登場したようです。
中国の相撲は春秋戦国の時代から続き、日本とは姿を変えながら現代まで伝承している伝統行事なのです。